パリに戻ります。あと600キロ。食べた方がいいと思うんだけど、JR ってフランスでも売ってるんだ。知らんかったわ。しかし本当にブレストってフランス唯一の都市じゃないかっていう勘違いしたくなるね。 PPP 走ると
駅大音公園。率を上げるためスキップします。寄りたいところですけどね。
陰るとちょっと寒いですね。日が出ると暑いけど。
排水。这ゲル出ました。意外に寒いですね。半袖だと、半袖ジャージだとちょっと肌寒い。22度だから。この道はなんとなく LEL に似ている。トレインはほとんど形成されないですね。私がいる駅弁だけかもしれないんですけど、入った瞬間の後ろからトレインがやってきたので乗りました。
ぱ乾燥バナナとかだけだと飽きるね。あと33キロでルデアックです。バンドの演奏は寝られないよ。